どうも、ウェダックスです。本日はですね、Ryzen 3 4350G を購入したので、B550 のマザーにつけようと思ったんですけど、BIOS がね、対応してるかどうか、いまいちよくわからない状態でやりました。その結果、BIOS のアップデートに失敗したんですね。その模様をご覧ください。どうぞ。BIOS アップデートの方がですね、正常に行われたようです。そしたら、リブートするって、とメニューに出てるので OK します。これで BIOS が910 ってやつになってれば最新になっている。ピーピーって言うと、なんや今のピー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 って言いましたけど、なんか画面が今チラッと出て消えましたね。でさらに再起動、ピー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 2回と4回で、一応正常起動時のピッという音は鳴る。死んだな。なぜか知りませんが、死にました。BIOS のアップデートをしたところ、起動しなくなりましたね。まあ、電源を今切りましたんで、こういう時はですね、これで治ってくれたらラッキーか。ね、最終的には BIOS を Windows 上からアップデートしたのが多分一番の失敗の原因ですね。Windows 上から BIOS のアップデートするユーティリティって結構いろんなメーカーさん出してるんですけども、あまり使わない方が今のところは良さそうですね。やっぱり BIOS UEFI からもしくは BIOS アップグレードユーティリティ、そういうものを使ってやった方がいい。で、結局ね、ビープ音がピーピーと2回なって、その後4回なるっていう症状が繰り返されたんですけども、これの解決方法が見つからなかった。もちろん CMOS クリアとかも全て試したんですけども、結局解決しなかったんですね。ただですね、一つ抜け道があったのが、画面が一瞬出るんですよ。BIOS は起動しようとする。はい、その時にブートドライブを選ぶか、BIOS の画面を出すか、 BIOS アップデートユーティリティを出すかという3択の画面が実は一瞬出てくるんですね。その時にひょっとしたら BIOS のユーティリティはいけんじゃないかなと思って F12 キーを押してみたならいけたんですね。ということで、一応 BIOS をね、そこからやったらアップグレードっていうか、一回ダウンさせて、一つ前の BIOS にアップデートして、で、正常にマザーが動くことを確認した上で、もう一度アップデートしました。そして Windows からのアップデートは危険だということで、素直に BIOS アップデートユーティリティから BIOS を更新することにより、今正常に Windows が起動するようになりました。大変。もうダメかと正直ちょっと思ってたんですけども、なんとか復旧することができました。で、今回バイオスターのマザーを使ってるんですけど、まあまあバイオスターのマザーって正直ちょっと日本では評判がいいとは言えないんですが、個人的にはそんなに問題ないんじゃないかと最近は思ってて、過去はですね、確かに悪い時期もありました。別にバイオスターを擁護するつもりもないんですけど、そんなに正直最近は悪くないのかなと思っております。まあ一度ね、ケチがつくとなかなか同じメーカーさんには手は出せないし、まあその時にサポートに対応いただいたのなら、そのサポートの対応によってはもう二度と使わんと思うこともあると思います。私も実際ありますし、もう二度と使わないと思ってるメーカーも実際ありますんで、その辺はもう個人個人考え方かな、おのおの考え方だと思います。はい、ということで本日はバイオスターのマザーを使ってバイオスのアップデートをして大失敗をし、で起動しない状態に陥ったところを、なんとかバイオスアップデートユーティリティを起動することができたので、
まあなんとか復帰することができました。はい、本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。